国道53号からの分岐岡山県、岡山市北区清新町交差点国道9号からの分岐ポイント付近鳥取県与那越市、因田町交差点国道180号は岡山県岡山市北区から鳥取県与那越市を経て島根県松江市に至る一般国道である。起点の大雲寺交差点から新新町交差点までは国道53号との重複区間となり、 その後は、備中地方の西側にある、高橋市、新見市を経由する。鳥取県では、県の西部地区を経て、米子市から国道9号との重複区間となり、終点の松江市に至る路線で、国道2号と国道9号を結ぶ、引用連絡国道の一つとなっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、既終点及び、経過値は次の通り、 現行の道路法に基づく二級国道として1953年に初回指定された路線の一つである。国道指定当初とは、鳥取県内の一部区間で経路が異なり、日野郡日野町から、米子島では国道181号や国道183号と、共に日野郡甲府町を経由していた。1975年に国道180号の未経路を変更して、 西白郡西白町を経由する路線に変更され、旧道には国道181号と国道183号が残存した。岡山市北区の沿線には、最上稲荷、秘密神社、秘密彦の神社、新東山などの著名な参拝スポットがあり、初詣シーズンには岡山市北区から総茶市にかけて激しい渋滞が発生するほか、 参拝スポット周辺の国道180号以外の道路では交通規制が敷かれる。そのため、岡山西警察署は大晦日の夜及び正月三が日における岡山市街から最上稲荷への初詣では国道180号中川橋交差点から岡山県道61号瀬尾水戸線を初詣以外の目的で周辺を通る場合は、 岡山県道242号、川入湯い線などの迂回路の利用を呼びかけている。与那子バイパス、鳥取県与那子市古市国道181号との、重複鳥取県日野郡日野町トンネル道の、駅国道183号との分岐鳥取県日野郡日野町。ありがとうございます。